リオデラプラタ副王領の行政区分リオデラプラタ副王領は、スペインが中南米の植民地化の間に作った4つのうちの最後の副王領である。1776年に創設された、この新しい副王領は、以前ペルー副王領が治めていた地域を支配した。4つ目の副王領を作る決定は、イスパノアメリカの支配を分散させること、また、ブラジル南部と接したラプラタ川北岸で、ポルトガルの侵略に備える必要性の両方をカルロス3世が望んだことから下された。またスペインは、ポルトガル領ブラジルとブエノスアイレスの間の密輸を削減したいと考え、さらに1760年代までには英国がマルビナス諸島を占領する明確な意図があり、南大西洋地域の軍備が必要となっていた。1776年、最初のリオデラプラタ副王、ペドロ・デ・セバリョスは、ポルトガル軍を押し戻して、ブエノスアイレスに新政府を組織し、就任後わずか数ヶ月で、新しい副王に変わられた。18世紀をかけて、副王領、とりわけ、ブエノスアイレスの町は、スペイン帝国の交易都市として繁栄した。以前は、ペルー経由で輸出されていたポトシからの銀は、ブエノスアイレスを通るようになった。ヨーロッパの産業革命により増えた機械に使用する皮革部品の需要、ついで、キューバ、ブラジルなど、カリブ海砂糖植民地の奴隷のための、あるいは、イギリスの会員のための安価な食料としての、塩漬け肉の巨大な需要で、パンパスの畜産業は繁栄し、1780年代だけで1000万頭分の皮革がブエノスアイレスを通じて輸出された。一方で、ブエノスアイレスを副王領の首都とし、排他的な通商権を与えたことで、パラグアイやバンダオリエンタルの不満をかき立てた。1804年、ラファエル・デ・ソブレモンテが副王に就任した。ラファエルは2度にわたるイギリスの侵略から逃げ、一方、ブエノスアイレスのクリオーリョたちは、どちらの侵略にも打ち勝ち、自治と自衛に自信をつけた。1810年に、クリオーリョは、自治政府を作り、リオデラプラタ副王領は終了し独立運動が開始された。ありがとうございます。